忍びの時代は終わる。ここまでやるとはな、カワキ。お前も七代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ、忍びの時代は終わる。だとしても俺は忍びだ。物語はここより数年遡る。時間がないってのに。明日か。急げよ、入学式に間に合わねえぞ。これはまた徹夜か。なんとか間に合ったな。限定青唐辛子バーガー、まさか今日までだったとは。なんで俺が付き合わなきゃなんねえんだか。食わねえのか。食うよ。危ねえだろ。あ、悪い悪い。戻っ
ど。なあ。ああ、こっちもやりがいが欲しいよね。そう。なんだ。悪い。ちょっと手が滑っちまった。なんだちめ。バカか、怪我すんぞ。今すぐそれ返せよ。そしたら見逃してやるってばさ。なあ。てめえ降りてこい。
あなたも明日からアカデミーでそれを学ぶのよ。とても大切なこと。ふん、出せんのよ。電気、お前は雷門カンパニーを継ぐんだ。普通科など。父さん、僕は。情けない。今日も不良に絡まれていたそうだな。そんなことでどうする。これはいよいよアカデミーで鍛え直してもらわねばならない。僕は。親父がなんだよ。ガツンとかましてやればいいんだよ。強ければいいの。僕の力を証明すれば。そうだ。そうすれば好きな勉強をしてもいいんだね。強ければな。強さを、僕にそんな力。証明してみせればいいんだろう。力を。
任せとけ。影分身の術やるぞ。してないぞこれ。あと今日からは先生と呼べ。はあ、なんか気持ち悪いな。気持ち悪いってなんだ。おい、天気大丈夫か。入学式に間に合ったぞ。お前他のやつも巻き込んでたのか。いいじゃん、無事だったんだ。